スイカ電子マネー。スイカ電子マネー。スイカ電子マネーは、東日本旅客鉄道、JR 東日本及び東京モノレール、東京臨海高速鉄道が発行。いずれの発行元のカードも、バリューイシュアはすべて JR 東日本する IC 乗車カードである。スイカを活用した電子マネーサービスである。旧商、スイカショッピングサービス。 スイカの電子マネーとしての利用は当初 JR 東日本エリア駅構内での物品販売の混雑緩和やスピーディーな買い物に活用することを狙いとしていた。しかし、その利便性が乗降客に浸透するにつれて JR 東日本側の認識も変わり、スイカを積極的に電子マネーとして利用することによる手数料を新たな収益源として大きく見込むようになった。 それにより、JR 東日本は中期経営計画、グループ経営ビジョン2020挑むマイナスにおいて、スイカ事業を経営の第三の柱として確立するとして、スイカビジネスを新たな経営戦略の中心に据えていい。2010年12月末現在、発行枚数3、207万枚取扱件数を、540万件、かつパスも加盟店を含む、対抗するエディは、 発行枚数6、180万枚3、000000 000 000、県、かつイコール同年12月現在の、電子マネー取扱件数、同年度には1日800万件を目標とし、現在では、鉄道駅構内、いわゆる、駅中にとどまらず、街中へも、追加対応店舗の積極的な拡大を行っている。 2010年12月末現在の導入店舗数は約123,970店である。なお、ビットワレット、当時のエディ、現、楽天エディアイオン、純粋持ち株会社移行に伴い、現在は、イオンリテールとイオン銀行の事業のワオンとの競争は、電子マネー戦争とも評され、さらに2007年からは、セブンアイホールリングス系列のワイカードサービス、現、 セブンカードサービスが発行する7個、発行枚数890万枚も加わり、密どもへの争いとなっている。スイカの残高、ストアードフェアイコール SF を汎用電子マネーとして使えるということに着目した JR 東日本は2003年11月より、ビュースイカカード会員限定で駅のコンビニエンスストア、ニューデイズで利用を中心に、スイカ電子マネーモニター、 実用化最終テストを行い、翌2004年3月22日より正式にスイカショッピングサービスとしてスタートした。汎用性のある電子マネーとしては、当時ビットワレットのエディが2001年11月からと先行していた同時期にスイカのサービスも開始。エディは航空会社ポイントプログラムとの提携、また2004年から携帯電話各社の端末に お財布形態と銘打ち、そのコンテンツとしてプリインストールすることで発行枚数を伸ばしてきた。電子マネー事業に興味を示していた JR 東日本は当初、スイカにエディ機能を搭載することを検討し、実際にソニーにオファーを行うも、電子マネー事業を自社で展開したい、ソニー側と折り合わず、機器の共同開発についても法外な価格を突きつけられ立ち消えとなり、以後、自社で、 電子マネーの開発を行うこととなる。JR 東日本の電子マネー事業の特徴は、集中対応戦略である。つまり、自社の駅構内においてまず集中的に、スイカ対応とする戦略である。駅構内はスイカを所持しているユーザーが多数おり、まず乗車券として、スイカを日常的に使用するユーザーに、スイカ電子マネーの利便性を体感してもらうことで、 認知度を高めた。結果的にいつものスイカが電子マネーとして使えることに対し、改札機と同様のタッチにより決済できること、特別な申し込みなどが必要ないことなどもあり、違和感が少なく利用率がエディに比べて高くなる結果となった。現実的にスイカは飲料水のよく売れる夏場に利用件数が急進し、その利用件数がそのまま維持されるという構図になっている。 その後、電子マネーとしてのスイカは、エリア内の首都圏中心の鉄道駅を越え、徐々にエリア内のコンビニエンスストアなどに利用店舗を拡大させた結果、現在ではスイカ電子マネーの取扱い件数が、発行枚数1枚あたりの取扱い件数では、7個や和音には及ばないもののエリアを大きく引き離している。IC カード乗車券を発行する鉄道事業者間では、 連携を強化しており、2008年3月18日に、西日本旅客鉄道、JR 西日本のアイコカ電子マネーと翌2009年3月14日から、北海道旅客鉄道、JR 北海道のキーとかとの相互利用を開始した。さらに、2010年3月13日、東海旅客鉄道、JR 東海のとか及び、九州旅客鉄道、JR 九州の瞬後か、 西日本鉄道のにもか、福岡市交通局の早川県と、それぞれの電子マネー機能の総合利用を開始したことで、鉄道系電子マネーの総合利用可能エリアが首都圏、仙台、新潟各地区から東海、関西、山陽、札幌、北部九州の各地区まで拡大した。パスモの電子マネーとの総合利用も行われており、これを加えた場合、さらに対応店舗や、 取扱い件数は増えることになる。クレジット決済サービス、ID との共用端末をイオングループに導入推進したことから、同じ端末をさらに共用できるイオンの電子マネー、和音の導入地域拡大によって、電子マネーとしてのすっかり利用可能エリアは急速に広がった。このため、JR 東海エリアの一部地域、愛知、岐阜のように、 本来の乗車券としての Suica 利用とかとの相互利用という形で開始前に Suica ショッピングサービスの利用が開始される事例があった。2003年6月以前に発行された Suica は電子マネーに対応していない。電子マネーの利用を希望する場合は発行会社の定める手続きに従い電子マネー対応 Suica への交換または全額払い戻しの後に再購入ができる。 電子マネー非対応の給水イカード、定期券、給水イカ用カードの一部には、理面の案内に、現行のものとは異なるロゴマークとともに、店舗での支払いに使用できる、旨の記述があるが、このカードでは、利用不可能である。また電子マネー非対応の給水イカード、定期券、給水イカ用カードでは、現在実施されているサービスが一部受けられないほか、JR バス、関東や、 相互利用を実施している IC カード事業者を利用できない場合がある。なお、電子マネー非対応の旧 Suica カ,カードは2008年4月1日より自動券売機、カード発売機、定期券発売機で順次替えを行っている。現在実施中の店舗は JR 東日本の Suica が使えるお店検索を参照してほしい。JR 東日本の駅構内店舗、土産物店、書店など から展開を開始し、ニューデイズやキオスクを中心に取扱店を増やしてきた。また、スイカステーションと称した自動販売機、食券自動券売機コインロッカーなどを含め、同社の駅、一部を除くでの決済に、スイカが利用できるように整備されてきている。加えて、ルミネなどの駅ビルや、イクットなどの改札内商業施設全体での実施例も、 駅構内の展開ととして捉えるることができるニューデイズの一部店舗では、スイカ専用のセルフレジ、種類等、一部対応不可の商品があるが、設置されている箇所も増えている。なお、特に、JR 東日本の駅構内の店舗では、電子マネーについては、現在のところスイカなどの交通系電子マネー以外は、利用できない店が多い。ちなみに、 スイカ対応自動販売機の売上データの送信は、NTT ドコモのフォーマ組み込み通信モジュールを使用している画像の上の駅の飲料自動販売機では、最上段左のお茶のさらに左にドコモロゴ入りのアンテナが見える。駅構内に対するスイカ利用場所の概念として、JR 東日本から提案されたカテゴリーが、街中である。街中でのスイカショッピングサービスは、首都圏、 仙台、新潟といった乗車券としてのスイカが用できる同社の駅周辺から展開を開始した。小学決済が多い傾向の業態、すなわちコンビニエンスストア、ファミリーマートミニストップローソンセブンイレブン、サークルケイサンクスファミリーマートセーブオンなどや、ファミリーレストラン、スカイラークグループ、ガストジョナサンなどほか、カフェ、サンマルクカフェなどなどから実施店舗が拡大してきた。なお、 これらの店舗、特にコンビニの中には、すでにエディなどの他の電子マネーが利用できる店も多い。スーパーマーケット分野では、初期は大丸ピーコックなどの一部店舗に泊まっていたが、2007年2月1日より、イオングループ、ダイエは導入予定の店舗及び隠してなんとにも導入され、同年10月に関東地方及び愛知、岐阜両県内の店舗でも導入された。 また2013年5月11日からは、全国のユニーグループのスーパーマーケットや、ショッピングモール各テナントにも導入が開始された。なお、現在は JR 東日本のエリアに導入は限定されている。2010年6月30日からは、下記の関東地区の高島屋各店の食料品売り場にも導入されたが、玉川店については、地下1階のフーズシティでは利用できない。 また、新宿店は、食料品以外の売り場でも、利用可能であるが、湯沢や、東急ハンズ、および12階以上のレストランと専門店では、利用できない。日本橋店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、高島屋フードメゾン、新横浜店を含む、江南大店、大宮店、柏店、高島屋フードメゾン、大高の森店を含む高崎店。また、 成田空港内の店舗、ガソリンスタンド、駐車場、タクシー、2007年など鉄道と連携関係にあるところに積極的に利用エリアを増やしているのも特徴である。他に、家電量販店、ビッグカメラ、提携して、ビュースイカカードも発行、ヨドバシカメラなどやホテル、ホテルメッツ、APA ホテルなど、アミューズメント分野、劇団式などのグッズ売店、ポケモンセンター、 ポケモンストア、ゲームセンター、など、同人誌即売会、スタジオ U、赤ブーブー通信社、青ブーブー通信社などでも実施されている。珍しい例としては、2007年10月14日に、開館した鉄道博物館でスイカを入館券代わりとして利用できる。もちろん、館内にあるレストランミュージアムショップ、自動販売機でも利用できる。 日本ラグビーフットボール協会の協力で国立競技場で開催されるラグビーの国際試合に追加で入場できるサービスが試験的に導入された。対象は2008年5月31日開催のジャパン XV クラシックオールブラックス戦と6月22日のパシフィックネーションズカップの日本代表フィジー代表戦のともにゴール裏自由席券500円。 および7月6日と10日に行われたフランス大学選抜来日シリーズでの一般自由席券2000円でいずれもパスモやアイコカ、当時でも利用が可能であった。同年9月からは七分宮ラグビー場で行われるトップリーグや関東大学対抗戦などの試合でも正面スタジアム通り入り口で扱う当日券自由席一般のみの扱いで スイカをタッチして入場できるサービスが本格的に導入された。スポーツ競技場でシーズンを通じてスイカ、相互利用可能な JR 各社及び他社、局の IC カード乗車券も、で入場できるサービスが、シルベ入れるのは初めてである。いずれも、クレジットカード払いによるスイカへのチャージは行っていない。また、上記以外の店舗では、現在のところをチャージができない。 モバイルスイカとスイカインターネットサービスで楽天市場、オンライン書店、BK1、NHK オンデマンドなどでインターネットショッピングやトミーウォーカーの PBW 形式のオンラインゲームにオルの購入ができる。これらのサービスは全国総合利用の対象外となっておりスイカしか利用することができない。また二千十四年七月十二日から任天堂のゲーム機、 Wii U の支払い決済に、交通系電子マネー、スイカ、パスモ、キーとか、とか、マナコ、アイコカ、シュゴカ、ニモカ、ハヤカケンを利用できるうになった。うんは、キュージュラクティ、SS を含むが営業する、JR 東日本管内の、全新幹線、特急、団体列車の車内販売用に2008年4月、3月先行導入、から順次。 追加決済用ハンディ端末を導入している。ただし、他社直通特急列車のうちがグループ以外の企業との共感で車内販売を行っている白鷹、北越、日本海を除く。他社直通列車の場合、他社線区間内でも利用可能である。なお、グリーン車、追加システムを導入している、首都圏の普通列車グリーン車内販売には導入する予定がない。 BR2015 年3月14日から、東海道、山陽新幹線の、のぞみ、光桜り、さくらみずほの車内販売の決済で、使用可能になった、こだまよび一部の列車は、車内販売の営業がない。開始当初は、パナソニック製の信用紹介端末を、追加決済のみ、対応の使用に変更して導入されたが、その後登場した東芝テックや NEC、 インフロンティア製の信用紹介端末で従来のクレジットカード欠に加えて Suica 決済にも対応した関係でクレジットカードと Suica 両方を取り扱うエキビルで数多く導入されている JR 東日本と NTT ドコモ ID を展開は共同で Suica と ID の両方が利用できる共通インフラ共用端末及び共通利用センターを整備することを合意し そのために共通インフラ運営有限責任事業組合を設立し2007年1月から運営を開始している。また、その共通インフラをエディトクイスプも利用することも合意されており、まずは翌2月1日よりイオングループの店舗に初めて共用端末、スイカ ID 対応を導入した。イオングループは2008年3月1日より この共用端末による IC 決済を全国に拡大し、Suica が利用できる駅。これには JR 東日本管内の新幹線駅もすべて含まれるが県内に一つでもあればその県のイオングループ全店舗で Suica が利用できるという形であるため、Suica 対応店舗が大幅に増えた。イオンは愛子家も同様の形で取扱店舗を増やしており、これによって本州の端である 青森県青森市、県内の八戸駅が、スイカ対応から、山口県下関市、県内の岩駅などが、愛国家対応までスイカでの買い物ができるようになった。それに連動する形で、共用端末の導入をはじめとする、同カードの普及のために、JR 東日本、NTT ドコモ NTT データは、スイカ普及有限責任事業組合を設立し、 スイカ導入の資金援助を行っている。その資金援助の第1号は、ララーポートであり、2007年3月15日に開業したララーポート横浜に共用端末を導入した。その後4店舗に導入されたほか、共用端末の導入も拡大するということであった。この共用端末は、同月18日に運用を開始したパスモもスイカとの相互利用という形で対応している。 また、アイコカについては、翌2008年3月18日からスイカとの電子マネー相互利用を開始しているが、この共用端末に参加するかは明確にはされなかった。そして、同年2月22日より、エディにも対応した共用端末が、ラゾーナ川崎プラザにて運用を開始している端末一機で、スイカ ID エディの3つに対応して運用されるのは全国初という。 ララポートに導入済みの共用端末もエディに対応していく予定である。その他にも、スイカ加盟店を募集している JCBUC カード、三井住友カード、三菱 UFJ ニコスのクレジットカード会社4社は、電子マネー対応の信用紹介端末を設置している JR 東日本側、ビューカードも同様の端末を駅ビルなどに導入している。このうち、 JCB が主導するカードネット端末などクイスクとの共用が可能な端末もあり、三井住友カードの端末は将来前述の ID との共用端末を設する計画がある。ちなみに、三菱 UFJ ニコスと JCB は、J、ウエストカードの業務代行元となっている関係から、西日本旅客鉄道、JR 西日本と愛国家電子マネーの加盟店開拓も行うことで合意し、 アイコカにも正式に対応した共用端末も開発された。NEC インフロンティアの汎用型リーダライタ、スイカ i d エディクイスプスマーティープラスビザタッチ対応をサークル K サンクスやローソンが導入しており、両社の JR 東日本エリアの店舗ではスイカの利用が可能になった。さらにセブンアイホールディングスでも独自の電子マネー、7個の導入に合わせ、 同様にパナソニック製の専用を読み取り、端末を導入し、各種電子マネーへの対応を進めてきたが、ようやく2011年3月18日より、全国のセブンイレブン各店にて、スイカの利用が可能になった、名古屋地区のマナコ導入店舗を除く、前日参照。スイカポイント加盟店、JR 東日本のスイカポイントが貯まるお店参照で、スイカカード、 無記名式を除く、事前に登録したスイカ電子マネーで買い物をすると、利用額の0.5%から1%相当、原則としてのスイカポイントがポイント口座にたまり、そのポイントでスイカチャージやポイント移行が受けられるサービスであったが、2017年12月5日より、JRE ポイントの会員登録サイトでスイカの番号を登録するサービスに移行された。 首都圏の JR 以外の他社鉄道、バス事業者が導入した IC カード、パスモは当初から乗車券機能に加えて電子マネー機能も相互利用が可能であり、各店舗のスイカが利用可能であることを示すステッカーが、パスモも使えますを吹きされているものもしくは、スイカとパスモご利用いただけますと書き換えられたものに張り替えられていた。また、乗車券機能のみ、 相互利用の対象だった JR 西日本のアイコカについては2008年3月18日より電子マネーに関しても相互利用を開始し同時にスイカが利用可能であることを示すステッカーもスイカとパスモとアイコカご利用いただけますに貼り替えた JR 北海道のキートカとも2009年3月14日に乗車券機能電子マネーともに相互利用を開始された 同時に、スイカが利用可能であることを示すステッカーも、スイカパスもアイコかキーとかご利用いただけますに貼り替えた。さらに2010年3月13日からは、JR 東海のとか電子マネーとの相互利用、及び、福岡地区の鉄道事業者が発行する、非接触型 IC カード乗車券、JR 九州の新五課、西日本鉄道の二も課、福岡市通局の早川県との間で、 電子マネー機能を含めた総合利用を開始した。同時に、Suica が利用可能であることを示すステッカーも、Suica パスもご利用いただけます以下の電子マネーもご利用いただけますとして、他地域の総合利用可能な IC カード乗車券を含めた案内表示に貼り替えた。そして2013年3月23日からは、名古屋地区の鉄道事業者が発行する、非接触 IC カード乗車券。 マナコとの間で電子マネー機能を含めた相互利用を開始した。同時に、スイカが利用可能であることを示すステッカーも全国相互利用エリア共通の交通系電子マネーご利用になれます。に貼り替えた。印紙税法における第17号の一文書、売上代金にかかる金銭または有価証券の受け取り書は金銭または 有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものである。したがって、現金によるスイカへのチャージ時に領収書は発行されるが、クレジットカードによるチャージ及びスイカ電子マネーでの決済では発行されない、領収書と名打ったレシートが発行されることもあるが、スイカ決済というくだりが演示されている以上、厳密には領収書ではない。また、 2014年現在チャージ上限金額が2万円で、あるため、収入因子が重複されることもない。電子マネーとして見た場合、使い勝手において以下に記述するような他の電子マネーに劣る部分もある。エディなど、前払い型の電子マネーは、商品券やプリペイドカードに近い性格を持っていることから、いわゆるプリカ法、資金決済に関する法律の規制対象となり、 カード発行者は財務省への届け出と定期的に発行残額の報告と一定の供託金の拠出が必要であり、スイカやパスモでの電子マネーも適用対象となっている。なお、ウェブマニーなどのサーバ管理型電子マネーと呼ばれているものは法の対象外であるため、総務省は仮称電子マネー法の制定について検討を2007年12月より開始している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。